さあ、これで来ました。アキラ。アキラ。アキラ、なんかめちゃめちゃ童顔だな、これ。強いのかな？アキラ。なんかリーチ長い技から3段決めてるよね。アキラかわいい。かわいい。アキラかわいい。うん、かわいさはあると思うけど。さあ、投げ子の状況悪そう。さあ、中足から入れ込んで良さそうな技はあるな。いやー、なんかダウン取った後が離れてるけれども、運びやすいところをどう評価するかっていうキャラクターな気がするな、これ。さあ、あとはエリアルコンボもあるんで、まあそこら辺、ゲージがどれぐらい溜まるかっすね。さあ、どうだ？このキャラ。このキャラどうだ？今んとこわかんないんだけど、なんかその、コンボやった後めちゃめちゃ離れちゃうから、それがどういう評価につながるかだよね。正直、ちょっと微妙なんじゃねえかなって思っちゃう。うん。俺もそういうふうに思ってた。まあ、ただリーチが長いんで、それでいけんのかなっていう気もちょっとするんだけど、ちょっと待って。もうちょっと巻き戻してみてみる。運び性能は良さそうなんだけど、いや、結局そういうとこじゃないんすよね、つって。もうほんとダウン取ってみ、後ろ受け身にきちんと投げ重ねられるっていう。それがやっぱさ、強さの基準に変わってくると思うけどね。そう、ループ性がやっぱある、ないで結構変わっちゃう。で、あと玉抜け技持ってるかだね。これだけのキャラクターになってくると。ガンガン玉抜けできたら、まあ、そうするとね、ギルさんまた終わっちゃうんだけど。まあでもなんかだいぶできてる感じがするな。アキラのためだけに頑張る。そう、結局スト5の、強さって状況の良さだと思うから。まあだから結局、その暴れからきちんとリターン取れますと、コパーシャガミチューパン、天候 EX、天候オロチみたいな。あ、妙王拳か。あれ、なんか、これで終わりかな。